1分でわかる時事問題。トンガ付近の海底火山、場所を覚えよう。北京冬季オリンピック2月の4日から20日まで、綴りと場所を覚えよう。燃料油価格激変緩和対策、経済産業省がガソリンの急騰を防ぎます。大学入学共通テスト、2日間で行われたテストが7科目過去最低。週末時計残り1分40秒を示した。インドネシアの首都移転、ジャワ島ジャカルタからカリマンタン島ヌサンタラへ。第166回芥川賞直木賞を受賞。芥川賞砂川文治さん、ブラックボックス。直木賞今村翔吾さん、採用の盾。米沢ほのぶさん、国労省。コロナウイルス世界感染者数4億人。東トルキスタン共和国、新疆ウイグル自治区、漢字覚えよう。ウイグルの独立を祈った旗が使われます。ノバク・ジョコビッチ。男子テニスの世界ランキング1位、オーストラリアで行われるテニスの試合に参加することができませんでした。ミャンマーの軍事クーデター、2月1日で1年経ちました。外出を控える沈黙のストライキが呼びかけられています。自治問題のテスト問題は伊野塾のブログで公開中。詳しく知りたい方は本編動画で。